使えねえ。たまには Vlog 的な内容もいいかなと思って、久しぶりに超高級自宅 PC 焼肉を開催しようと思います。吉田です。クイーンパリン。まあなんでこんな Vlog 的なのやり始めたかというと、実は GH5 を買ったんですよ、中古で。しかもこれ驚異の6万円台という激安価格。しかもね、6万円っていうくっそ安いのに新品並みにピカピカなんですよね。まあちょっと訳あり品で付属品がなかったりとか、充電器がついてなかったりとか、これ日本モデルじゃなくて海外モデル、多分ヨーロッパ向けだと思う、雰囲気的に。ヨーロッパ向けモデルだったりとか、ちょっとね、怪しい感じはあるんだけど、別に普通に使えたんで、まあこれでいいわってことでこれを買ったんですけども、今日はこいつの動作テスト。今使ってる S5 はね、ルミックス S5 は 4K60p 撮れないし、撮れないんだっけ？クロップなしでは撮れないんだっけ？忘れたけど、クロップされるんですよ。こいつはクロップなしで無限に撮れる。4K60p にパワーアップしようかな、そういう感じです。まあ画質は落ちるかもしれないよ。やっぱフルサイズとマイクロフォーサーズ、センサーのサイズが違いますから、まあ、どうだろうね。あとね、フルサイズの辛いところは、よれね。ピント合わないでしょ。全然合わないんですよ。だからフルサイズを買おうと思ってる人は、よれるかよれないかだけはチェックしてくださいね。マジでよれないから。マジでよれ。まあパナソニックは比較的よれる方だけど、例えばソニーとか特にそうだけど、全然よれないから。注意してね。いくら画質が良くても、物撮り系 YouTuber としては致命的ですよ。はい、これを見てくださいって言ったら、ピント合わねえじゃねえかよってなるから。だから結局ね、最強はマイクロフォーサーズですよ。GH5 今安いですから、中古で。おすすめです。ということで GH5 に切り替えました。画質はどんな感じかな？液晶で見た感じは別に普通に綺麗だよ。4K60p だしね、さっきまでフル HD だったけど。まあ画質がどうなのかは皆さんの、まあ、ご意見に任せますけど。まあ別に悪くないんじゃないの？よくわかりません。ということでこいつで今日は焼肉パーティーを撮っていきましょう。あと軽くなったね。軽い。レンズがでかいね、フルサイズは。いくら本体が小さくてもレンズがでかい、高い。ふざけんな、寄れない。群馬県なんとか市場で買ってきた上州牛サイコロステーキ用ランプを買いました。2566円。もちろん切ってない肉とかも売ってるんですよ、直売店だから。売ってるんですけども、あえて切ってんの買ったらめんどくせえからさ。まあ、あとホルモンを買いました。これ322円で安いですね。まあ、これはわざわざそこで買う必要性もないけど、一応国産です。まあ、あとネギとか、ネギ大好物なんですよ。ついにね、すげえ時間かかったんだけど、ついにね、ローンの審査に通りました。 YouTuber がローン通るわけねえだろ、アホじゃねえの。信頼がないんだから、サラリーマンじゃないんだからローンなんて組めるわけないだろ、バカじゃねえのとか言われまくったんですけど、 Twitter とかコメント欄で。普通に取りましたよ。普通に取ったかどうかわかんないけど、すげえ時間かかったけど取りました。まあ銀行のローンじゃなくてフラット35ですけどね。ちょっと金利は高いですけど、まあそこはしょうがないですね。すーげえ心配で、もう何もやる気しなかったんですよね。マジで怖かった。通らなかったらどうしようとか。ようやく通ったからさ、こんな焼肉パーティー、まあローン通った記念焼肉パーティーかな、一人だけど。でウィンナー2つ買ってきたんだけど、どっちにしようかな。こっちにしようかな。高崎ハムって有名なんかな。やたらスーパーでやってんだけど、まあ2個ぐらいでいいわ。一口大に切ろうかな。まあ普段はこんな切らんけどね。まあ今日は映像映えを重視してカットしていきます。まあ、せっかくだしこのままじゃさ、美味しそうに見えないから乗せ替えるか。まあ普段はこんなことしないっすよ。普段このまんま行くけど、の世界を。さすがに量多いよね。こんなにいらんわ。半分ぐらいにしとこう。半分ぐらいにして、あとは冷凍しとくわ。これは全部いこうかな。こいつは全部いきたいよね。なんかパッと見硬そうなんだけど、本当に柔らかいか問題っていうのは確認したい。まあ、あえてこれにしてみたんですよね。こういう部位じゃなくてハラミとかが好きなんだけど、ハラミはね、人気がありすぎて店頭に並ばないらしいね、直営店でも。焼肉屋とか、まあ、そういうところが予約で買ってっちゃうらしくて、なんか店には並ばないらしいよ。これめちゃくちゃ量多くね、大丈夫？でけえよ。小さい玉ねぎが売ってなかったんで無駄にでけえわ。ということで焼肉定食です。ちょっと塩コショウ振っとこうか。さすがに下味で塩コショウ。あとオリジナルのタレが売ってたんで買ってみました。これはうまいかどうかは知らん。やっぱり吉田。今回ね、新兵器を導入します。これ IH の
超小さいやつを買ってみたんですよね。ほらちっちゃいですよ。すごくね、この小ささで IH ですよ。まあ、焼肉用の、一人焼肉用の機器ってめちゃくちゃたくさんあるんですけど、まあいろいろ買ってきましたけど、結局火力が足りん、全然焼けねえんだよ。でまあいろいろ試した結果、 IH 以外はありえない電熱器の調理器具はマジでカスだってことが分かったんで、今回はドリテックの超小型 IH を買って、この鍋をセットで使って焼肉をしていこうかな。これぐらいだったらさ、机でね一人でやるのにちょうどいいでしょ。あえてね、深皿というかこういう鍋にしたのは油が飛び散らないために。まあもちろんフライパンでもいいんですよ。フライパンすると飛び散りますから、あえてこの深皿というか鍋にしてます。いいっしょ、このサイズ感、このサイズ感で焼肉ができるって良くないですか。でしかも IH800W ハイパワー。まあ感覚的に言うと IH の 800W と電熱器の 800W では全然違う。 IH の 800W のが圧倒的に火力は強いです。まあその理由はどこで発熱してるかの違いだよね。 IH ってこいつにね、ジーっていうパワーを与えて、こいつ自体が発熱するんですよね。で電熱器っていうのはこの下の部分が発熱するんですよ。つまりこことここで熱損失が起きるんで、まあ、グリスも塗ってませんから、 CPU グリスとか塗ればまた話は違うのかもしれませんけど、 CPU グリス塗ってないので、間違っても電熱器タイプの調理器具は買わない方がいい。マジで火力がカス。しかもちゃんとしてるでしょ。まあ一応ね、まあ、中華製とかもあるんだけど、さすがに怖えなと思って、800ワット、1000ワットとかそのクラスの中華製品は使いたくねえなと思って、ここは一応日本のメーカードリテック、まあ海外から仕入れてるだけかもしんないけど、一応ドリテック製にしました。おお、完璧なサイズ感ですよ。机の上で、まあ、鍋するのにもちょうどいいし、焼肉するのにもちょうどいい。本当はこれキャンプ用らしいですけどね。100ワットから800ワット、8段階ですね。とりあえず800ワットで。あ、もう熱いよ。あ、もう熱くなってる。すごっ。もう熱い。触れないぐらい熱い。すごいね。これはすごいよ。さすがに、パソコンデスク焼肉とはいえ、ガードはしとくよ。後の掃除がめんどくせえからね。そこは男らしくベトベトにしろやと思うかもしれないけど、さすがに掃除がだるい。さて、最大パワー800ワット。十分はもうすごいね。まあ、とりあえず玉ねぎ見てみる。あ、もう10っていう。やっぱ IH 最強すぎるよね。えん、ウインナーもいっちゃおう。こんなにジューシー言わないからね。言っとくけど、あの一人用焼肉のクソみたいなやつ、すごくね。もうジュージュー言うぜ。ほら、まあ、ちょっと前にサブチャンネルで紹介した、ちょっと前に、ね、1年ぐらい前かな、1年ぐらい前にサブチャンネルで紹介した鍋あったと思うんですけど、あれも最初は良かったんですけど、あの使ってるうちに、あの鉄板がやっぱり熱で曲がってきて、で電熱式だったんで、まあ、鉄板と電熱部分が接触が悪くなってきて、全然焼けなくなったんですよ。最初は良かったんですよ。最初はまっすぐだからめちゃくちゃ接触してよく焼けたんですけど、曲がってきて接触が悪くなって焼けなくなって捨てたんですよね。で IH はそういう心配ないですし、でああいう専用のやつだとフライパン部分を買い替えることはできないから本体ごと捨てなきゃいけないけど、こいつのいいところはただの IH だから別に普通のフライパンでいいわけですが、14センチのフライパンが使えます。最大でちょっとちっちゃいけど、これの一回り大きいのもあるよ。これ一番小さいやつで、まあ、2種類売ってて、もう一回りでかいのもあるんで、まあ、もう一回りでかい方がいいかもしれない。ちょっと小さすぎるわ。いやー、ほらもうこれこんなに焦げ目ついてるよ。あ、エラーになっちゃった。なんかエラーとか出てんだけど、なんやねん。あ、吐いててんな。温度が上がりすぎると勝手に止まっちゃうんだ。え、こいつ勝手に入らないの。別にいいよ。え、ダメだ、止まっちゃった。あれ、ベタ褒めしたのに実はカスだった。いや、マジか。世界一うまい群馬の肉、上州牛。あー、めちゃくちゃ硬い。なんでだろうね。前食ったのモモだったんですよ。モモの方が良かったから、モモも売ってたんだけど、前と同じの食うのもあかんかなと思って違うのにしたんですよ。いや、思ったより硬えな。まあ、ウインナーはうまい。まあ、説明書読んでも全くわからん。あの、異常発熱すると止まりますというか、空炊き防止機能らしい。どうやらね、こいつね、こういう付け方したらいかんみたいだね。まあ、なんか読んでる感じ、鍋用っぽい。こういう焼肉みたいな用途に使っちゃいけないっぽいね。
で、しかもさ、一回止まると自動的に多分オンにならん。溜めても勝手にオンにならない。失敗したな。これは完全に選択ミスった。余計なね、安全装置が入ってる。2個目。やっぱ硬い。めちゃくちゃ硬い。めっちゃ硬い。うわぁ。ももにしときゃよかったなぁ。あ、これは柔らかい。これめっちゃ柔らかい。あ、これめちゃくちゃ柔らかい。だから柔らかいところと硬いところがある。まあ、そりゃそうだよね。牛も個体差あるもんな。まあ、油って言えば。まかいないな、使えば。使えなさすぎるな。使えねえ。残念、使えません。クイーン、パリン。こっちの方が明らかにパワー強いしね。ただ、机で使うにはちょっとできんだよね。もうかなりでかいですよ。まあ、鍋もでかくなったけど。先生ミスった。うん、うまい。こんなさ、でかく切ったら多分あかんのだよ。まあ、いろいろあるんですよ。別にさ、見る側が 4K じゃなくていいかもしんないけど、編集してる側はさ、4K 欲しくなることあるんですよね。4K だったら、例えばここズームしたい、この肉がありますって言ったら、ここズームできるじゃん。フル HD でズームしようもんだったら画質が終わるわけですよ。ピクセルが見えるわけですよね。ピクセル6みたいに見えちゃうわけ。ああ、早いものに。そういうことですよ。4K だったら、まあね、2倍に拡大してもフル HD ですわ。2倍でフル HD だから。やっぱそこはでかいよね。もちろんね、フル HD で、ちゃんとレンズで撮ったフル HD と、4K からフル HD に拡大したフル HD は、当然ね、ちゃんとレンズで撮った方がいいんだけど、まあ言うてめんどいからね。いちいちこんなことするかって話で、こういう、いちいちこんなめんどくせえだろ。そして、なんと言ってもマイクロフォーサーズのいいところはピントが合ってるかな、わからん。合ってますかね。なんと言ってもでかく映る。これがね、フルサイズには合っていません。だから皆さん、フルサイズは動画用 YouTuber 向けとしては向いていません。圧倒的にマイクロフォーサーズが向いてます。軽いしね。ああいう映像美を追求してるならフルサイズの方がいいと思うよ。もちろんレンズを変えてマクロレンズとかもありますから、ね、近く撮りたいときはマクロレンズにすればいいじゃないかっていう話かもしれないけど、うん、いちいち変えるかって話だよね。めんどくせえわ。いちいちレンズなんて変えないんだよ。めんどくせえから。騙されちゃいけないよ。ああいう人たちのレビューはガチ勢だから。ガチ勢。我々ライト勢とガチ勢とは違うんですよ。美しい映画みたいな映像を撮りたいんだったらフルサイズで、なんかめちゃくちゃ単焦点レンズみたいな背景ボケするような素晴らしく画質が良くて30万円ぐらいするレンズとね、60万円ぐらいする本体を使えばいいですよ。でもね、我々みたいなポンコツ系 YouTuber は、そんなのね、めんどくせえだけ。めんどくさい。重たい。高い。破産するわ。無理です。だからこういう中古ね、これ GH5 で中古で6万めちゃくちゃ安いよね。よくない？でも、まあこれはめちゃくちゃ安いけど、でもそれでもね、普通にね、8万円ちょっとで買えるんですよ。これは分けあり品だけど、分けなし品でも8万で買えますわ、GH5。めちゃくちゃよくない？ 4K60p 無制限で撮れて、しかもちょっと前までは YouTuber が絶賛していた GH5 がなんと今だったら8万円、9万円で買えちゃうんですよ。まあレンズは別ですけどね。このレンズ12万円ぐらいするから、まあ実際20万円ぐらいかかるんだけど、それでもよくないですかね。例えばこのレンズはパナソニックの超広角ズームだけど、例えばオリンパスにも同じようなズームがあって、オリンパスと互換性あるんですよね、パナソニックは。マイクロフォーサーズって同じ規格使ってるんで、だから、オリンパスの超広角ズームはなんと値段3万円くらいで売ってますから。だからそいつに、こいつはちょっと高いけど、安い方にすれば、まあ10万ちょっとで、ね、4K60p が撮れるカメラが手に入るんですよ、今だったら。ちなみにね、マーク2ってのも出てるんですよね、こいつの後継機。それが出たから安になったんですよ、マーク2。で、ほとんど変わらないんですよ。何が変わったのか正直よくわからないぐらい変わってないんだけど、そいつ20万ぐらいするんで、今新品で。こいつ中古で8万円ぐらいで買えますから、マジで今おすすめですよ。ちょっと前まで YouTuber 絶賛してたでしょ、GH5。なんか最近突然ソニーをやたら絶賛してるけど、まあよくわかんないけど、ソニーを絶賛し始めてるけど、みんなソニーが欲しくなるかもしんないけど、ちょっと前に絶賛してたやつが8万円で今だったら買えるんですよ。みんなソニーに移ってみんな売ってんのか知らんけどさ、よくないっすか。うん、うまい。さっきから何回も言ってるけど、寄れるんですね。寄れるんですよ。寄れる。これがね、いいです。フルサイズ、マジで寄れん。マジで寄れん。まあ、使えばわかるよ。マジで寄れん。クイーン、パリン。
まあ、なんやかんやあってローン通って今は、成長してます。もっともっと田んぼだっか。まあ、平格には田んぼじゃないかもしれないけど、住宅用の土地じゃないんで、今整地作業してて、まあ、整地作業ってまだしてないと思うけど、なんか来月からするって言ってたね。まあ、先になんか、フェンスとか建てちゃうって言ってたね。先にフェンス建てて、使わない土地には、防草シートまあ、貼ってもらう感じのをまず進める感じみたいですね。本当は全部コンクリで埋めたかったんだけど、さすがに金が足りない。金が足りないんで、手前側、見える側は全部コンクリで埋めて、見えない側は防草シート。で、ごまかす感じですかね。で、一応この部分は最悪ひっぺ返して、農業ができる人が結構広いんで、無駄に。農業ができるのは一緒で、まあ、農業系 YouTuber に転身できるように一応埋めないとこから、そんな感じです。で、この後、上等でしょ？まあ、建て始めるのが、なんか2月とか言ったかな。2月に建て始めて、完成が7月末とか言ったかな。だから1年後、1年じゃないけど、半年以上かかるね。確か相談しに行ったのが僕2月とか、ぐらいだったと思うんですよ。2月末とかによく相談しに行ったと思うんで、結局1年半ぐらい、半分はかかるかな。まあ結局順番待ちってのも、まああって、まあ小さな工務店なんで大きなハウスメーカーと違って、同時に何個も作れないんですよね。多分ね。あとウッドショックがあって、なんか3ヶ月止まったらしいんですよ、建設が。まあコストの問題じゃなくて、そもそも木材が入ってこなかったらしい。で、ウッドショックって多分もう終わってるんですよね。最近話題にもならないでしょ。ウッドショックだからって定期的に言われるんだけど、多分もうウッドショックはほぼ終わってて、まあ値下がり傾向なんですよね。で、ウッドショックの実態も全ての木材が値上がってるわけじゃなくて、構造材に使っている柱ね。メインの柱の値段が上がってるだけなんですよ。内装材とかは大して上がってなくて、要は最初に建てる柱の値段だけ上がってて、柱って、所詮大した値段じゃないんですよ。だから、実際ウッドショックで問題になったのは、値段ではなく入ってこないってことだったらしいよ。そんなに何百万も上がってるわけじゃなくて、まあ数十万とか、まあ、ちょっとデカめの家だったら数十万ぐらいコストが上がったぐらいなんですよ。そんな数千万円の家の中の数十万だから、まあそこまで大問題になるレベルで上がったわけじゃないんですよ。入ってこなかったことが問題だったらしいね。こんな感じで、来年の7月まで完成しないんで、完成したらお披露目会といきますか。ね、1ヶ月じゃなくて、1年後だよ。そんな感じで焼肉パーティーは終わりますけども、何喋ったか全くまとまってなかったんで、何喋るかも決められずに適当に喋ってたんで、まあ編集で何とかするかもしんないけど、まあグタグタかもしんないね。ごめんね。そしてこの上州牛は部位が悪かった。半減かっこれかっけえもん。柔らかいとこもあったから、やっぱり部位の問題だね。だからやっぱり2600円じゃなくて3000円にすべきだった。そのね、400円をケチったがゆえに固い肉になっちゃったね。やっぱりね、ケチるの良くないよ。中華製品買いますとか言うけど、中華製品もね、なんかすぐ壊れるし、なんかやっぱり日本製のがいいなとか思う時もあるしね。こんな感じで PS5 やらないといけないなと思いながら終わります。さようなら。